山のクラフトビール会社を設立したイッチ。だが、開業の祝いの席で、悪酔いした夫と義妹によって、顔面ビールかけをされてしまう。しかもそのビールは、醸造家であるイッチが、心を込めて作ったものだった。絶望と怒りで震えるイッチに向かって、夫と義妹は余興だからと大爆笑。しかしこの二人の大爆笑は、会場中の至極真っ当な人たちにより一刀両断。二人は最悪の裁きを受けることになるのだった。祝いの席で酔った夫が私にビールかけ。直後、夫は全てを失った。私に起こった最悪の出来事について、ここで話していきたいんだけどいいかな？最悪の出来事？ワクワクしちゃうじゃないか。詳しくもトム。最悪な一日ってあるよね。よし、好きなだけ語ってスッキリしちゃえ。最悪かどうか査定しよう。ちなみに俺は今日彼女に振られたぞ。俺以上に最悪じゃなかったら許さねえ。やっぱりみんなにも、いろんなことがあるよね。今日は私が何年も前から楽しみにしていた一日で、だからこそ、夫と義妹がした悪ふざけをしたことが、どうしても許せなかった。夫は酔った勢いで、義妹と一緒に、私にビールかけをしてきたのだ。ビールかけをされた直後は、しばらくは目も開けられなかったから。今どんな状況なのって恐怖もあったし、これ誰かわかってくれる人いるかな。ビールかけの経験者っている？プロ野球選手が優勝を祝うシーンでは見たことがあるけど、さすがにやらねえな。ビールは浴びるより、飲む派だぜ。え？夫がビールをかけてきたってこと？妻にビールかけるとかありえないんだけど。それも義妹もって。なんなのその兄弟。お？ビール浴びるほど飲みたいわ、もっと詳しく聞かせてくれ。私もビールを浴びるより飲む派、そりゃそうだよね、ありえない事態だよね。でもこれが私の会社の設立記念パーティーで起こった珍事。ちょっと語らせてもらう。私はずっと働いてきた会社を退職して、その2年後に会社を設立。起業をするって決めた時から、私には絶対にやりたいことがあって。それがクラフトビールを自分で作ること。そしてそのビールを、多くの人に楽しく飲んでもらうこと。私、醸造家なんだよね。だから今回のパーティーでは、自分の作ったビールでおもてなしをしたかった。ビールの製造は、計算したレシピに基づいて、一発仕上げで醸造して製品化するから。失敗できないプレッシャーがあるし、私たちの規模だと、どうしても手作業が多い分、値段が高くなってしまう。その高くなった値段を価値に変えて、お客様に伝えていくのも大変なんだ。それでもなんとか頑張ってこれたのは、周りの人たちに、支えてもらったおかげだと思ってる。おかげで自分史上最高のビールを、完成することができた。私のビールを飲んでくれた人が、笑顔になってくれるといいな。本当にそんな気持ちだった。設立パーティー当日。私のビールが紹介されたんだけど、みんなが歓声を上げて喜んでくれた。私はビールが完成するまでのこれまでの出来事が頭の中を駆け巡り、これまで支えてくれた人たちに感謝し、すごく誇らしくて嬉しかった。でもそのすぐ後に始まった歓談の時間、ここで悲劇が起きたのだ。最初の乾杯の時から、夫はどんどん飛ばし気味にお酒を飲んでいて、隣で見ていた私が心配になるほどだった。普段ここまで飲んでいるのを見たことがなかったし、だから私は、ちょっと飲みすぎじゃない？大丈夫？無理して全部飲まなくてもいいのよ。って声をかけていた。でも夫は、めでたい日なんだから、今日くらいいいだろ？全部飲んでやる。と、私の忠告なんか無視して、グビグビグビ。正直なんだか表情もうつろだし、ろれつもうまく回っていない感じがしたから。私はどんどん強い口調で夫を止めていた。来てくれた人たちに、きちんとお礼を言いたかったから。私はなんとか夫を止めようとした。でもそんな私たちの元にやってきたのが、これまたいい感じに酔っ払った義妹。義妹はビール瓶を手に持ちヘラヘラ笑いながら、夫にお酒を勧めてきた。一輝さん、お兄ちゃん飲んでよ。やっぱりただ酒ほど美味しいものはないわ。琴音さん、夫にはもう飲ませないで。夫もすごく酔っちゃってるし。は？なんで？今日飲み放題なんだよ。飲まなきゃもったいなくない？今日は会社の設立記念日であって、飲み放題の席ではない。私は後で皆さんへの挨拶もあるし、夫にもちゃんとしてもらわないと。一輝さんってこんな時まで真面目なのね。せっかくの楽しい席なのに。そうだろそうだろ。うるさいよな。さっきから、もうやめておけ、水を飲めとか。お前は母ちゃんかっつーの。俺は母ちゃんと結婚したのか？なんちゃって。と、言った感じで二人で大盛り上がりして、ビールもじゃんじゃか飲んじゃって。もう私は、うわぁ嫌だなぁ。酔った夫が、何か迷惑事を起こさないといいけど。
なんてヒヤヒヤしていたのだ。それはひどい酔っ払いだな。夫と琴音は酒癖が悪かったのか？飲み放題って地味に引くわ。琴音はこれまでも酒の席でやらかしてそう。一気には悪いけど、下品な兄弟と見た。酔っ払いは空気も読めないから迷惑だよな。大事な祝いの席なのに、しっかりしろよ夫。そうそう。もう夫も琴音も、場もわきまえずに悪酔いし始めて。夫がちょっと何か言ってはケラケラ。琴音がそれに乗っかって突っ込んではケラケラ。橋が転んでもおかしい年頃かってくらい、二人でふざけ合っていた。私はもうこの段階で、大変だ、今ここで止めなきゃと思って。会場スタッフや、一緒に来ていた義両親に、助けを求めて何とかしてもらおうとしていた。でも私が助けを求めるよりも早く、夫と琴音コンビが動き出した。会場には、私が作ったクラフトビールを、お世話になった皆さんに試飲してもらうために。陳列していたのだが、二人はクラフトビールのそばに行き、ケラケラ笑いながら、またつまらない話を始めた。このビール、一輝さんが作ったのよね。なんか地味なラベルよね。そうだよな。なんか花がないんだよな、花が。ビールじゃなくてワインとかさ、もっとおしゃれなもの作ればよかったのにね。確かにな。俺もビールは嫌いじゃないけど、やっぱり大手の味には勝てないって思ったわ。勝てない勝てない。でもせっかく作ったビールだし、使わない手はないわ。確かにな。せっかく作ったんだから、使わない手はないよな。じゃあ作った本人に、浴びるほど飲んでもらうってのはどう？そうだな。めでたい席なんだから、今やらないといつやるんだって話だよな。そこから夫がビール瓶を持ち上げ私の元へ。そして縦振りしたビールを私に勢いよくかけた。夫のビールは見事に私の顔面にヒット。私の服や後ろの壁、テーブルの料理にまで散らばって、一瞬にしてぐちゃぐちゃになってしまった。私が心を込めて作ったビールを、こんなことに使われてしまうなんて、本当に最悪な出来事だった。おいおいおい。この二人、何しに来たわけ？一致の人生ぶち壊しに来たのか？悪ふざけなんてもんじゃないよね。家族だからって何でも許されると思ったら大間違い。一致二人のこと訴えれば？夫の酒癖の悪さはいつもこんな感じ？会場の人たちもドン引きだっただろうに。恥でしかないね。もちろん会場から悲鳴が上がって、ゲストたちの視線は一気に私たちの元へ。みんな何が起きたんだというような目で、私たちのことを見ていた。その中には明らかに軽蔑の視線もあった。でも夫と琴音はそんな視線には全く気づかず、相変わらず、ケラケラ笑いながら盛り上がっていた。キャワハハハ。お兄ちゃんコントロール最高じゃない。皆さんいかがでした？ウケるでしょ？二人はもうおかしくてたまらないというように、笑い転げていたけど、会場はシーンと静まり返っていた。だって会場にはビールが飛び散り悲惨な状態。私は頭も顔も服もビールまみれでびちょびちょ。そして私が何のリアクションも返さない。これは何かの余興なのか？こんなありえない余興があるのか？そんな雰囲気が漂っていた。みんな私がどうするのかを見守っていたと思う。でもこの時、私だってどうしていいかわからなかった。絶望と悲しみでいっぱいだったから、本当は泣き叫んでしまいたかったけど、せっかくゲストたちが来てくれているんだから、ここでは耐えて笑顔を見せるべきだと思っても、どんな反応をすればうまくいくのか、いろいろ考えていたんだけど、何も思いつかなくて、ただうつむいて顔を隠すだけの時間が流れていった。そうしたらその時、会場に来ていたゲストのお子さんがびっくりして、泣き出しちゃって、その声を聞いたら私もつられて悔し涙が出てきて、私はみんなに楽しんでもらいたくて、一生懸命作ったのにって、悔し涙が止まらなくなって、今思うとちょっと恥ずかしいんだけど、そうしたら周りの人がハッと目を覚ましたように、夫と琴音のしでかしたことを責め始めた。あなたたち、一輝さんが一生懸命作ったビールをこんな風にして、一生懸命頑張る人をバカにして何が楽しいわけ。テレビの見過ぎなんじゃないか？余興なんて言って笑っている場合じゃないだろう。二人を擁護する声は一言もなかった。そうしたらさすがに二人の笑いも止まって、一気に酔いが覚めたように真顔に戻っていた。いや違うんです。これは本当に余興で、最初から考えていたことで。そうよ。これはサプライズ演出よ。設立記念パーティーなんだから。ちょっとぐらい派手な演出があってもいいじゃない。二人は必死で言い訳を始めていた。でも、時すでに遅しというか、そんな言い訳は通用しない。周りの空気はもうかなり厳しいものだったし、ここでラスボス的な人も声を上げてくれた。いやいや演出じゃないだろ。これは一輝さんのビールに対する侮辱だ。そしてうちの会社の商品のことも侮辱してるな。
なあ、そういうことになるよな二人とも。怖いくらいに冷徹な声でこう言い放ったラスボス。それはギフだった。ラスボス降臨か、父親に冷静な声で話されると怖いんだよな。ここで黙って見過ごすギフじゃなくてよかったね。しっかりお説教してもらわないと。ラスボスの言う通り、これは一致に対する侮辱だ。けど、会社に対する侮辱って?実は、私と夫は仕事を通じて知り合ったんだ。私が前の会社に勤めていた頃、夫は取引先の担当社員だった。だんだん雑談を交わすほどに仲良くなって。そしてそれから色々あって私たちは交際、結婚に至ったんだ。そしてその夫が勤めている会社こそが、ラスボス、いや、ギフの会社。だから今日のパーティーの料理は、ギフの会社から仕入れた料理を出していた。もちろん今回のクラフトビールに合うように、ギフが私のために特別に準備してくれたものだった。そうだったんだ。一致だけじゃなくて、ギフの思いも入ってたんだね。夫も琴音も素直に謝ればいいものを。悪あがきもいいところだな。面白いからいいけどさ。そして夫だけじゃなくて、琴音もギフの会社の社員。二人してギフの会社で仕事をしていて、人より色々な思いもあるはずなのに。なんで今回のようにひどいことができたんだろう。ほんと信じられない。ギフが激怒するのも当然だと思った。そしてギフはその場で二人に制裁を下した。俺の会社に就職して、今まで何を見てきたんだ?うちの会社は食品を扱う会社なんだぞ。そんな会社に勤めているお前たちが、食べ物を大事にできないのなら、お前たちに今後うちの会社の取引を、任せられないな。悪いがもう俺の会社の仕事はしなくていい。他の仕事を探してくれ。え?そんな、今から再就職しろってこと?それはないよ親父。そうよ。お父さんこれは冗談なのよ。パーティーの余興なの。遊びのようなものよ。そうだ。みんなを楽しませるためなんだ。そのためにしたことなんだから勘弁してくれよ。誰も楽しんでいないじゃないか。むしろみんなを不快にしただけだ。それに俺は食べ物で遊ぶことは絶対にダメだと、お前たちが小さい頃から教えてきたよな。今日ここには取引先の人も大勢来ている。お前たちを会社に残したら、会社の信頼は地に落ちる。だからこれは決定事項だ。それでも俺の会社で働きたいのなら、入社試験から、きちんと受けるんだな。それ以外に方法はない。厳しい声と怖い顔でそう言い切った時、会場中から拍手が。二人は顔を真っ赤にしていた。冗談だとしても、二人のあの行動は絶対に許されるものではない。顔を真っ赤にした二人は、相当恥ずかしかったのか悔しかったのか。あろうことかその行き場のなくなった思いを、ビールまみれの私にぶつけてきた。イッチ、お前のせいだぞ。お前のノリが悪いから俺たちがこんなことに。そうよ何よ。泣いたりして同情引いて、あんたが笑えば済むことだったのに。そうだよ。余興ですって言えばよかったんだ。空気読めよ。見ろよ、せっかくのパーティーが。最悪じゃんか。ビールくらいで泣きやがって、どれだけ自分のビールに自信があるんだよ。大体お前さ。ここまで言われたところで、私は夫の口に、テーブルにあったオードブルを、突っ込んで、夫を黙らせた。あ、ちなみに、夫がビールかけをして、ダメにしてしまった、ギフの会社で特別に作ってもらったオードブルだ。ビールに合うように作ってもらったから、きっと美味しかったと思う。夫はもごもごと咀嚼して、また何か言おうとしたけど、今度はそれよりも先に私が口を開いた。笑えば済むことだったって、あの状況で私が笑っていたら、それこそホラーでしょ?お父さんの言う通り、なんてもったいないことしてくれたのよ。私がみんなに楽しんでもらうために作ったビールを、あんたたちのつまらない余興に使わないでくれる?そして私のビールで笑いを取ろうとして、思いっきり滑らないでくれる?私の言葉に会場中がクスクス笑い、二人はもう何も反抗できず真っ赤な顔をして、今度は会場から逃げていこうとしていた。でもそれを許さなかったのが義祖母だった。あなたたち、片付けをしなさい。自分でやったことなんだから、最後まで責任持って片付けなさい。と、叱られて、会場の中心にしっかり連れ戻されていた。もうこれこそ余興のようで。それから夫と琴音は義祖母に見守られながら、せっせとビールの後片付けをすることに。まだここも濡れているわよ。お料理もダメにしちゃって、まったく。なんてもったいないことする子たちでしょ。義祖母から厳しく叱られて、二人はもうコマネズミのように動き回っていた。最後は肩で息をしている感じだった。まあ当然の後片付けをしただけなんだけど。妻の会社の設立記念パーティーで掃除って、夫は調子に乗るとヤバいやつだったんだな。これから大丈夫なのか?
そうそう、取引先の人に謝罪もしないといけないんじゃない？恥さらし兄弟の。一致の顔に泥を塗ったも同然だからな。これからが正念場だな。ちなみに、二人は掃除中に、兄弟喧嘩をし始めた。お兄ちゃんが力任せにかけるから、あちこち飛び散って大変じゃない。なんだと、お前が煽ったからだろ。お前こそちゃんと拭けよな。なんて喧嘩しながら掃除する二人を見て、全く反省していないことがよくわかった。そして、夫とのことなんだけど、やっぱり私、今回のことがどうしても許せなくて。この後すぐに離婚の話を夫に持ちかけた。夫はもちろん拒否していたけど。なんで離婚なんだよ。俺はもう十分に反省したよ。仕事も辞めさせられて、社会的制裁も受けた。一致の気が済むまで謝るから。離婚だけはしないでくれ。そうだね。制裁は受けたと思う。でも私、今後もあなたと一緒は無理。だってお酒を飲んで、あんな風になっちゃうなんて。あんな風に歯止めが効かなくなる人なんて怖いよ。しかも私が止めたのに言うこと聞かなかったよね。聞かなくてあんな行動をしたよね。だから俺反省してるよ。すごく反省したから。ごめんなさい。でも無理。だって怖いんだもの。あの時はビールだったからまだ良かったけど。それが他の何か硬いものだったりしたら、どうなっていたと思う？そんなことを想像すると怖くてたまらない。だからあなたとは夫婦を続けることはできない。なんでだよ。これ以上俺に恥をかかせるのか？そこで夫はラーラーわめいていたけど、話をしていた場所は私の実家だったから。夫は私の両親や兄によって、すぐに外につまみ出されてしまった。その後も何度かしつこく訪ねてきたけど、全部父と兄が対応して追い払ってくれた。今度来たら警察に突き出すからな。そう通告までして、徹底的に私を守ってくれた。離婚問題は結構難航したけど、義父や義祖母の助けもあって、なんとか決着がついた。慰謝料は少額だったけどきちんと取れた。そしてその後の夫のことだけど、結局義父の会社は辞めさせられて、今は県外の工場でアルバイトをしているみたい。実はこのアルバイト先は義父が紹介したものだ。義父は夫が、私にしつこく付きまとう行為を警戒して、夫を県外に追いやってくれたのだ。仕事を辞めさせたのにアルバイトを紹介して、親バカだと思われるかもしれないが、やっぱり働く場所がきちんとないとな。人間お金もない、仕事もないとなると、何をしでかすかわからないから、とりあえず仕事とお金だけは確保できるように、手助けしてしまったよ。悪く思わないでくれるとありがたい。って私に謝罪してくれたんだけど、私はそんな義父の気遣いが本当に素敵だと思った。きちんと制裁を下しつつ、自分の息子が人の道を外れないように見守る。これって周りの人に迷惑をかけない上で、ものすごく大切なことだよね。そして琴音なんだけど、琴音も結局義父の会社をクビになっちゃって、今は夫と同じく県外の工場でアルバイト、兄弟で仲良く働いているらしい。実は琴音、社内に恋人がいたそう。だけど今回のことでドン引きされて、振られちゃったんだって。だからかなり昇進中らしいけど、もうこれは自業自得としか言いようがないよね。夫と琴音は遠くに行ったのか。よかったな。一致は安心してで歩けるな。義父、グッジョブ。いい社長なんだろうな。子育てには失敗してしまったようだけど。酒は飲んでも飲まれるな。この言葉を胸に刻むことにするよ。ちなみに、一致その後どうなんだ？設立記念パーティーでの出来事だったから、今後の仕事に影響が出ないか心配だったけど。義父がパーティー会場に来てくれていた人全員に、謝罪の手紙とお詫びの品物を送ってくれたおかげで、信用を失うこともなく、今も毎日忙しくビール作りに精を出している。ビール作りをやめるなんてことにならなくて、本当に良かったと思っている。私も義父を見習って、もっともっと素敵な経営者になれるように、頑張っていこうと思う。最後まで付き合ってくれてありがとう。義父、最後の最後までかっこいいじゃないか。やっぱり上に立つ人は違うんだな。義父のお詫びの品、自社製品だったりして、そうだったら、しっかり顧客確保とかしてそう。一致、企業は楽じゃないと思うけど、本当にかっこいいと思う。応援してるから頑張って。今回は、会社の設立記念パーティーで、酔った夫が一致にビールかけをしてしまうも。会場にいた義父と義祖母のサポートのおかげで、一致は最悪の状態を切り抜けることができた。酒によって悪ふざけをした夫と琴音は、正社員としての職を失い、大切なパートナーを失い、信頼回復の道のりは長く続くだろう。もしもあなたに一致のような夫がいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。
それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、お酒に関することわざに、冷や酒と、親の意見は後薬、というものがあります。霊酒は飲んでいる時にはさほどでもないが、時間が経つにつれて効いてくる。それと同じで、親の意見も、その時は馬鹿にしたりするが、ずっと後になって思い当たるようになり、親のありがたみが分かってくるものだ。という意味のことわざなんだそうです。